はい、皆さんこんばんは。開封大好き、よしひろです。今日はね、その大好きな開封をやっていくんですけど、その前にね、皆さんにね、ニュースがあります。そう、 PWCS ことプレインズウォーカーチャンピオンシップっていうのがまた始まったんですけど、今回のね、プレインズウォーカーチャンピオンシップのね、プロモカードがね、まあすごいのね。まあ、プレインズウォーカーチャンピオンシップって、まあその去年までもあったんだけど、その去年までのね、配られたプロモカードってね、まあ一応参考程度にここにあるんですが、まあこれがね、その去年まで配られた、まあプロモカードのアセットで、いや違いどこだよみたいなので、もうほとんど違いないんですよね。まあその詳しく言うと、ここのマークが違うっていうので、いやそこしか違いないのかよみたいなのでね、なんかいまいちそのプロモカードとして、まあ盛り上がりがなかったんですけど、まあとはいえね、あの日本限定なんですよ。そう、これ日本の大会にしか配られないので、だからその海外のさ、プレイヤーからしてみればさ、ものすごいそのレアリティを放ってるので、だから1位でもらえるね、そう、一番最初のプレインズウォーカーチャンピオンシップのあのブラスカなんかは10万超えてるんですよね。そう、今でもその10何万とかで取引されてて、まあそんな感じでね、やっぱその見た目こそ同じだけど、そのあのレアリティっていうのでまあ人気出てたんですが、今回のねプロモカードはなんと見た目も違うのよ。そう、見た目があのね、日本限定版イラストで、そう、闘争対戦でさ人気を博した日本人イラストで描かれてるんですよね。というわけで一応ね、参加賞のまずこちら歴戦の新生愛はこれ、ちなみにあのめちゃんこ強いですね。てかスタンダードシーンで本当にね4枚使うデッキ多いので、これ参加賞ってすごいね。あの参加するだけでもこれが4枚集まるからさ、あの4回出ようみたいな感じので、そのイベント参加のまあ糧にもなるし、でさらにねベスト8まで勝ち上ると、こちら白母バラのビトーがね、これもねかっこいいね日本イラストバージョンでね登場ですね。しかもねこいつね、顔がねちょっとエイペックスのねミラージュに似てるから、なんかあのエイペックスプレイヤーもね、あのなんだこれかっこいいなみたいな感じので、ちょっと注目するかもしれないので、これもいいよね。でそして1位になったら手に入るカード、そう、それがバスリケとは手に入りませんでしたね。バスリケとマジ欲しかったんだよ。ちゃんと8まで残ってさ、あと3回勝ったらさ、バスリケとお持ち帰りできたんだけど、持ち帰れなかった。いや悔しいね。あの俺出たのはそのシールドで、でベスト8からはそのドラフトだったんだけど、ドラフトねいいデッキ組めたんだよ。めっちゃいいデッキ組めたんだけどね、マリガンダブマリでねダメだったよ。うわー、そういうのでねちょっと悔しい思いしたけどあのね、なんだろうな、なんか普通久しぶりの紙の大会だったから、そうバズりけどさ、手に入るか入らないかっていうのは、もうなんだろうね、俺のその今年1年のさ、なんかあの人生にもさ影響するぐらいの価値を放ってるかもしれないからさ、手に入らなかったの悔しかったけど、いや割と笑顔で帰れましたね。でバズりけどね、まあ、手に入らなかったんで、一応映像だけね、あの撮っといたんで、よかったらご覧ください。こちらです。まあ綺麗だな。これいくらぐらいになると思います？みんなが52、20、そこまでいきます？僕はそれぐらいいくと思います。あー、なるほど。はい、というわけでね、光り輝くバスリケといかがだったでしょうか。まあ、今回のこのプロモカードは、まあ、歴戦の新生刃以外は、まあ、一応ね、ビトはね、なんか逃走者だったりとか、あと、ま、面白コンボデッキとかで使われるんだけど、まあ、1位のバスリケとかね、一番使い道がないので、まあ、これは完全に干渉用なんだけど、それでも、まあ、例えば今、逃走対戦の天野リリアナがさ、40万円ぐらいすることは皆さんご存知だと思うんだけど、まあ、あのリリアナですらもう、スタンダード落ちたらもうほとんど使い道ないので、だからま、あれが干渉用の価格だけで、あの値段を維持してるってことを考えたら、このバスリケどもそれぐらいの値段になっちゃうってことはさ、多分想像に難くないと思うんですよね。そうだから、前のブラスカが10万っていうのは、あのまあ単純に日本でしか手に入らないプラス、めちゃめちゃ流通少なかったんですよね。そう、一番最初のプレインズウォーカーチャンピオンシップって、その開かれた回数も少ないし、あと64人以上いないと渡せないっていうその制約あったんですよね。だからいろんな意味であれはその、あの流通が少なくて価値があるっていうことで10万があるんだけど、今回のバスリケットに関してはね、そう、あの大会参加人数があの12人以上から配られるんですよね。というので、まあ、その配れないっていうことも起きづらいし、でさらにその大会も、この4月だけであの100回近くあるんですよね。もうほぼ100回ぐらいあったと思うので、なんかそれ全部回ったりしたらね、なんかあの結構手に入る確率も高いしっていうので、まあ、入手の難易度はね、あの格段に下がったんだけど、それでもあの100枚ぐらいしかないんですよ。そう、そこがミソだよね。で、あの、ブラスカよりも絶対その側のさ、人気はさ、強いと思うから。だってここでしか手に入らないし、このイラストだからさ。いや、今回のバスリケと、今んとこまだどこも買い取りとかさ、行ってないとか行えないのかな。まあ、あの、値段全然見ないけど、マジでね、すごい金額になるんじゃないかなと思っております。全く読めないね、値段。そう、あの、ブラスカの、そう、何倍も流通してても、ブラスカよりも欲しいから、ちょっとバスリケとね、値段わかんないけど、一応俺なんか想像ぐらいで放っとく、ここで値段。どうだろうな。まあ、天野リリアナの、
天野義孝先生はやっぱその世界的に人気なイラストレーターとかっていうのもあるだろうから、まあ、そういうのももろもろ込みで、しかもファイナルファンタジー好きの人なんかさいっぱいいるだろうから、だからそれもあって、まあ、40万とか、まあ、その初期生産版はもう80万とか言ってるけど、だけど、まあ、流通枚数ね、あれ何枚ぐらいなんだろうな、闘争大戦の天野リリアナ。なんかざっくりでなんか400枚ぐらいとかさ、200枚ぐらいとか、もう全然定かじゃないけどね、もうそのデータあるんですかみたいな話だけど、あのそんぐらいなんかあるって言われてて、あの金額だけど、バスリケットはね、100枚ぐらいしかないんだよね。え？なんかあの、20万とかいくのかな？いや、ちょっとわかんない。これマジでわかんないですね。というわけで、まあ、バスリケットね、もし20万いってたら、まあ、前回ね、手に入らなかったことはね、非常に悔しくて、今年1年ね、俺を恨み続けるだろうなと思います。まあ、とはいえね、今、まだ始まったばっかりなんで、これからもね、いろんなところでプレインズウォーカーチャンピオンシップあるので、まあ、4月中ね、まあ、いっぱい出てれば、もしかしたらね、1枚ぐらい手に入るかもしれないので、まあ、この調子でね、まあ、暇あったら、あの、参加してね、あの、ゲットしてみようと思います。ちなみに大会は全部スタンダードとシールドなんで、あの、かなりね、出やすいです。スタンダードは今、その、あれ、チャレンジャーデッキってさ、あの3000円ぐらいで買えるデッキとかもその強化したらね、全然スタンダード競技シーンでも戦えるので、まあ、そこから入ってもいいし、まあ、シールドなんかはね、あの何も持っていかなくても6パックで戦えるから、なんか昔マジックやってた人とかでもね、あの気軽にね、参加できるので、まあ、プリンズオーカーチャンピオンシップね、あのマジでね、出た方がいいです。てか、あのマジックのプレイヤーさ、カード好きだけど大会出ない人多いのよね。で、出ないならまだしも大会の存在すら知らない人もいて、例えばグランプリで配られるさ、稲妻とかさ、あれどうやったら手に入るんですかみたいなのさ、全く知らない人とかさ、まあ、いっぱいいて、で別に出ればさ、あのもらえるのになんかその3000円とかさ、あの出は買ってる人とかもいたから、なんか出るだけでもらえるカードっていうのはね、いろいろあるので、まあ、興味持ったからね、ほんと参加だけでとりあえずね、新生刃はもらえるし、あと田舎だったらもうベスト8確定ってよくあるんですよね。参加者8人しかいないからとりあえずビトも差し上げますみたいな弁解とかもあるので、でまあ12人しかいないとかもね、まあまああるから、まあ1回勝ったらもうベスト8みたいな弁解もあるので、まあ、プレインズオーカーチャンピオンシップはね、本当に出た方がいいです、マジで。でこれ出て、あの人気が出て、逆にその、 あの手に入りづらくなったりとかしたら、なんかこの大会ですごいあの人来るんだなっていうので、なんか公式とかもね、なんかもっとあの豪華仕様にしてくれたりもすると思うので、まあまずはね、参加者が多すぎて、あのもうビトすらも全く手に入らないとか、その参加すらできないみたいなね、まあそういう現状になってったらいいなと思いました。はい、というわけでね、プレインズウォーカーチャンピオンシップの話はここまでで、でそのプレインズウォーカーチャンピオンシップ出た時に、あのまあ俺シールドだったんで、まあ普通にシールドで引くんで、まあ戦ったんですよ。で皆さんご存知の通り、俺はミシック589位の実力の持ち主なんで、もう全然ね、あのガンガン勝ち進んできたんですけど、途中ね、あのマッチングした人のそのデッキを見て、なんかこここうすると強いですよみたいなね、俺がまあアドバイスしたんですよ、589位だから。でそうしたらね、その方がまあ勝ててベスト8まで行けたんですよね。まあその俺のアドバイスのおかげか、まあその人が上手かったかわかんないですけど、っていうのでベスト8であった時に、おかげさまで勝てましたっていうことで、なんとね、あのなんかお土産みたいにもらいました。でこの中身がね、そう俺の大好物で、今ね地球からね消えつつあるこちら、時の螺旋リマスター英語版1個と、もう1個、時の螺旋リマスター英語版1項と、で、時の螺旋リマスター英語版1項と、そして、これ俺の大好物、カールドハイムコレクターブースター、このね、4つをいただいたんで、今日はね、最後にこれを開封して、あの、お別れしたいと思います。というわけでね、まずはね、このタイムスパイラルリマスターをね、開封していこうと思います。時の螺旋リマスターはすごいよな。あの、復刻パックでさ、なんかあの、平気でさ、倍の値段660円っていうので売ってるけど、なんか意味わかんないよね。同じ紙をさ、15枚印刷してるだけなのに、なんかいや、あの、リマスターなんで倍の価格ですっていうので、あの、てかなんなら、今までの、そのモダンマスターズみたいに、その1000円とか要求しないんだ、なんか良心的みたいなのでね、買ってる俺らもね、結構いっちゃってると思うけど、まあそんな感じでね、時の螺旋リマスターをまず開封していこうと思います。これ匂いがたまんねえんだよ。うん、やばい、もうマジでぶっ飛ぶこれ。最高だぜ。で、アンコモンまで行ったら、アンコモンまで行った時のね、分厚さでね、フォイルがあるかわかると、これ多分ね、ない。というわけで、アンコモン1枚。お、出た！遅延！激強カウンター遅延でございます。まあ、2マナで何でもカウンターできるんだけど、3ターン後にね、再発射されるから、普通の試合ではね、超弱そうなんだけど、これ多人数戦でやると3ターン後ってのが、なんだろうな、その対戦相手の数分だけ増えるから、だから4人対戦とかだったら、実質12ターン後ぐらいにしかやってこないので、これ多人数戦で激強カウンターなんですよね。だからこんないいカードが再録されて、まあ今でもね、多分2、300円すると思う。で、そっから、なんか知らないアーティファクト、あ、出た、なんかスリバー出すやつか。で、レア行くぞ！レアチーン！何が、おー、何これ？え、赤伝説ってあれしかなくてね。お美しいあのラバースーツのややバラード、あ違った、こいつもいたわ、すいません、アクローマでした。アクローマ怒ってらっしゃる。あの白いアクローマの赤バージョンでプロテクションがね
そう、アクローマってもともとプロジェクション白、違う、黒と赤持ってて、まあ、除去耐性ちょっと持ってるんですけど、まあ、赤アクローマはね、プロテクション白と青なんですよね。でね、白は確かに追放除去から、まあ、逃げれるから強いんだけど、青はね、あんまりありがたくないんだよな。ただ、フライヤーだから、まあ、フライヤーちゃんとブロックされないっていうのは、まあ、プロテクション青偉いところですね。で、それに加えて、皮膚機能力とその変異持ってるので、で、変異に出すとね、こいつ6ターン目に出るんだっけ？そう、猛復しすると、結構安いターンに出るので、最近のね、予言みたいな感じので、まあ、裏向きで置いといて、6ターン目にね、表返すっていうのがね、いい使い方ですね。で、あと、モダンとかでブリンクして、裏側の状態のこいつをブリンクして戻ってきたらこれになるっていうので、いや、その話聞いてないぞみたいなね、まあ、そういう使い方もできるので、ちょっと面白いカードで、この次が、9枠カード緑なんかある？緑いいの。はい、こちら。え、あ、超大価格出たー。もう今はね、使われてないね、感染のね、御用達カードですね。そう、プラ6プラ6なんだよね。で、その代わり探査があるから、まあ、最安1万で打てて、そう、これを駆使することによって、感染デッキがその感染クリーチャーをその重々にしてね、ワンパン KO みたいなのがね、昔流行ったんですよね。ただそのためのね、探査のためのね、墓地コストをね、作るのがね、現代では難しくなってって、全然見なくなったけど、まあほんと一昔前はね、ほんとにこれが鬱陶しかったね。だこれでさ、もう無理やりさ、押し込められたらさ、もうどうしようもねえじゃんみたいなので、結構ね、辛かった。で、あ、そっか、フォイルがないのか。ああ、そうか、確定フォイルじゃねえんだな、時の裏線リマスター。はい、そんな感じで1パック目は一応神話レアなんだよな、アクローマ。そう、一応神話レアと、遅延をゲットしたので、なかなかパックとして当たりじゃない、この2枚は。俺好きだよ。で、次のパック、2パック目、こちら、セラベンジャーから何が出るかな。時の螺旋リマスターさ、いつ頃また再販されんだろうな。まあ、660円だからね。次再販されてもさ、みんなそろそろさ、もうストリックスヘイブンに夢中になってて忘れてそうだけど。あ、待って、今回これね、フォイルある。この厚さはね、フォイルがある。というわけで、クローサングリップ。刹那持ちのディッチャーですね。刹那ディッチャーマジ強いよね。ただ、1マナ重いんだよね。これね、本当に難しいよね。このコスト1がね、やっぱディッチャーとしては構え続けてらんないから。まあ一応、刹那あるからさ、構える必要ないんだけどね。能動的に放ってって感じなので。で、次。何これ？目玉の親分じゃん。目玉の親分なんか。いたね。3マナ02で、防衛ヘイストの、ルーターか。だからすぐにルーティングできるけど、すぐにルーティングしたら守れないと。なんじゃそれって感じのやつ。で、次出たー。これなんかチャージランドサイクルですね。そう、めちゃめちゃマナかけて、まあ、カウンター乗っけて、どっかのタイミングで大放出みたいなので、もうすごいね、テンポって何知らないのみたいなね、遅さなんだけど、まあ、リミテにおいては、まあ、色マナも安定するし、まあ、グダった時とかにね、役に立つので、まあ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 って感じの土地ですね。ただ、普通に土地、色出ないんだよね。そこが残念。で、レア。緑の伝説何それ。あれ、緑の伝説ってさ、なんだっけ、待って、頑張って思い出せ。緑の伝説、緑の伝説、緑の伝説、緑の伝説。いや、ダメ、思い出せない。はい、こちら。うわー、これか。ナイギーロードみたいなやつだよな。あ、そうそう、すべてのファンガスの上に乗ってるプラス、カウンターが全部プラス1修正に変わるんだ。ファンガスって毎ターンその奉仕カウンターっていうのを乗っけてって、で、3つ溜まるとキノコを生み出すんだけど、そのカウンターが全部プラ1修正に変わるので、結構ね、すごいよな。そう、ファンガスっていうね、微妙メカニズムをこいついるだけでもうその大変な事態に変えてしまうので、まあ、リミテやる際はね、ぜひこいつ取ったらね、その、ファンガスデッキ組みたいよね。で、次のカード。で、次、9枠カード。お！アーティファクト！チャーリス・ザ・ボーイ！あー！地ならしやかよ。で、これさ、なんかレアリティ準拠になってない。俺なんかこいつばっか引いてさ、チャリス引かねえんだけど、うわー。というわけで、出た瞬間自分のデッキがなくなると、え、死ぬだけの装置じゃんみたいな思うかもしれないけど、基本死ぬだけの装置なんだよね。だからこれ出た時はさ、何のためにさ生まれたかわかんないけど、この20年ぐらい経ってようやくその自分のデッキがなくなって死ぬ時代わりに勝利しますっていうさ、変なカードが出てきたから役に立ち出したけど、これ生まれた時はさ、マジで何考えて作ったのかわかんないよね。5マナ重々だけど次のターンが来ないじゃん。これ速攻あるとかだったらまだわかるけど、ピンポン鳴った。ちょっとお待ちください。あれだった、別にアマゾン欲しいものリストかなんか来たわけじゃなかったわ。なんかあなたガスの料金高く払いすぎてますよ的な話で、ちょっとよくわかんないからもう帰ってもらったけど、もう続きいこう。はい、これ地ならしやからフォイル、フォイルあるんじゃん。そう、それを忘れてたわ。で、フォイルが白なんかある、いいの。エンジェル、グレイス、違ったわ。ただの3-1だった。でもこいつ一応あれなんだよな。新規イラストなんだよね、こいつ。まあ2マナ3-1で、まあそのタフ1と相打ち取ると。ただタフ1なかったら3点クロックがガンガンできるので、まあその状況に応じてはね、強いよね。というわけでリミテ向き生物でした。このパックはね、残念だったね。これ普通に買って向いてたらね、結構おたけび上げてたわ。で、3パック目、これね、なんとか人形、ぬいぐるみ人形から何が出るでしょう。
たまんねえこの匂い、マジで。なんつうんだろうこれさ、グレープフルーツの匂いだよね。あ、俺なんか気づいちゃったわ。あ、こういう柑橘的な匂いで俺たちの心を惑わしてくると。いや、これマジでグレープフルーツの匂いだな。え、めっちゃいい匂い、やばい。さあ、あ、出たこいつ、あのリミテ最強生物7744だけど、待機が2だからね。これ2ターン目に待機されたらもうその死を覚悟せざるを得ないからな。古文なのにね、2ターン目待機やられた時のね、その衝撃やばいから。あ、これ待って、フォイルあるかな。あ、なさそう。というわけで、アンコモン、アンコモン、さあ、レア行くぞ。てってれん。伝説すげえな、これ。これさ、え、あれじゃない、ヨーグモスか。待って、これ無色じゃないよな。多分黒だよな。ヨーグモスの粉棒、アーバーみたいな。うーわ、ま、マジか、み。ノロミリじゃねえかよ。呪われたミリーが登場しました。こいつね、4マナか。4マナ3に飛行速攻先制攻撃で、で、ダメージ通るためにプライチカムタン乗っかっていくと。そうだね。回避能力持ちの、その空中での戦闘も強くて、で、サイズも上がっていくと、もう除去打たざるを得ないよね。はい。というわけで、こっから最後、9枠タイム !9 枠タイム、うわ、え、待って、マルチ何これ、マルチ癖、マルチあんまりないんじゃない、水尾、あー、こっちか。残空スリバー、残空。はい、2マナ11で飛行速攻と、スリバーに与える能力としてはね、かなり偉いね。そう、スリバーに与えたい能力ランキング、1位、2位をね、もうどっちも持ってるので、まあ2マナがね、赤白だから、まあスリバーデッキ組んだことないけど、赤はあんま使いたくないんじゃないのかな。そう、マッスルスリバーとかあの辺入れるのは、その白使うけど、まあでもスリバーデッキなんか別に全色出るか。というわけで全部3パック開封しました。はい、というわけでタイムスパイラルね、よかったね。ただこれだけで終わりだね。では最後こちら、カルドハイムコレクターのブースターになるから、こいつを開封して、もう最後ね、このカルドハイムっていう物語に終止符を置いて、打ってね、ストリックセーブに行きたいと思います。じゃあ開封していこう。カルドハイム、うおー、これもこれでたまんねえんだよな。あ、なんかこれ特殊な匂いすんな。待って。あ、しかも日本語版だ。やった、カルドハイム日本語版。クソ嬉しい。カルドハイムの向き方は、あれどうやんだったっけ、思い出せねえな。まず古文が、6枚だっけ ?5 枚か。コモン5枚あって、うわぁ、懐かしい、懐かしい。とか、もう別に、未だに毎日さ、ドラフトやってるから懐かしいもクソもないんだけど。で、アンコモンが2回あるんだよね。そう、ルーンから、あ、出たこいつね、氷雪、パーマネントとか氷雪カードだったら、まあそのデッキトップから回収できるんだけど、基本的にそのデッキ内にさ、氷雪カードないから、使えないじゃんって思われがちなんだけど、俺昨日ね、こいつ3枚ピックして、氷雪土地10枚ピックして、氷雪スペルも取りまくったら、もう毎ターンその、ドロー確定みたいな生物で激強かったわ。こいつ初めて活躍の場があったな、昨日。で、そっから、なんだっけ、何が来るんだっけ、英雄タンだっけ、あ、違う、まだ、あ、そう、関節土地があってから英雄タンだっけ、はい。あ、あれか。通常パックに収録されてないカードも出るんだ。あ、これマジで知らないわ、こいつ。何これ。あ、え、ちょっと待って。行長い、行長い、マジで。え、こんなんいた？手札からカード1枚、追放するたんびに、あ、なるほどね。その予言とかするたんびに、プライチカウンター乗っかっていくと。で、これの上にカウンターが、5個以上置かれてる限り、飛行と天使になると。おぉ、かっこいい。で、最後、こいつの上にカウンターが10個以上置かれてたら、もう、ゲーム勝利してくれよ、そんな。破壊不能を持って神になると。うわー、すごいね。10個持った時がさ、おまけがしょぼいね。5個まではさ、期待高まったのに、10個乗った時がさ、最後、神に破壊不能がつくだけかよ。はい、面白いカードでした。で、次。これ、通常のレアかな。でも、アーティファクトはもう死んでんだよな。はい、こちら。うわー、出たー！永久回復装置でございます。毎ターン2点回復か、ライフ20以上あったらワンドローになるっていうので、まあそのね、回復しまくった末に最後ドローに変わっていくのはね、強いよね。その別に20以上ライフいらないから、これね、結構いい組み合わせだと思う。で、そっから次が、何これ？まず普通に、フォイルが来るのかな？通常の段、こちら。あ、いいガン。いいガン、片方があれか、66摂氏なんだけど、毎ターン墓地のカード追放しなきゃいけないと。で、裏面がね、こいつ弱いんだよね。そう、裏面がね、ちょっと先にカード見よう。次のカード。なんだろう、ショーケースの段、こちら。フィンか。で、このね、裏面がね、そう、玉座なんだけど、毎ターンね、自分のデッキトップ、切削するだけで、で、3マナ起動と、クリーチャー限定なんだよね、これ、そうそう。墓地のクリーチャー追放するとワンドローなんで、めちゃテンポ悪い。まあ、ただ、1ターン目から起きるから、その、なんつうんだろう、イーガンがハンドで腐ってたりしたときは、とりあえずこれで置くみたいなことができるけど、そうね。まあ、リミテ限定生物じゃないかな。一応ね、この66摂氏ってのが、リミテの、圧倒だっけ？プラサンとトランプルつくやつとね、めちゃめちゃ相性いいので、そういうイーガンが普通に殴ってきて、まあ、とりあえずチャンプするかと思ったら、そのトランプルついて、なんか一気に8点とか叩き込まれて死ぬみたいな展開あるので、まあ、イーガンね、結構ね、面白いカードでね、そう、コモンとの組み合わせでね、一撃必殺狙えるので、次フィンでございます。で、フィンから、ショーケースのレアが来るんだっけ？
ショーケースレアかな。これ何？お、トスキじゃん。お、あの今を輝く最強生物トスキでございます。4マナ11破壊不能なんだけど、あの全体カササギなんだよね。というわけでこいつがいるだけでもうあの何の打点でも入ったらねドローされちゃうので、まあアドバンテージが尽きることないんだけど、その代わりまあデメリットとして毎ターン強制アタックと。ただこいつ破壊不能だからまあ強制アタックでも死ぬことないので、そうね、あの結構鬱陶しいよね。でしかもその強制アタックでまあその渋々アタックしてんのかなと思ってブロック行ったらパンプされて一方取られたりするから、これはいいカードである。でそっから次がフォイルショーケースが来るんだよな。ただフォイルショーケースはもうレアとは限らないどころか、もうあいつ確定したじゃん、あのゾンビの人、なんだっけ名前が出てこない、ナーフィーだっけ。そう、ナーフィーでございます。5マナ43の氷雪&ゾンビロードで氷雪3マナで復活してくると。まあ、結構強そうだけどね、どうだろうな。まあ、未だスタンダードのシーンでは活躍しないけど、今後に期待。で、最後だな、次。で、最後が、あれか、あの、拡張フォイルが出るのかな。あ、一応あれか、ショーケースもあるのか。え、黒？黒ってなんかある？いいの？思い浮かばん。ターグリッドとかだったら最高。ターグリッド。イーガンかよ、待って、イーガン被ったじゃねえかよ。はい、というわけで、あの、イーガンでございます。イーガンがね、両方揃ったわ、嬉しい。これ、イーガン裏面どんなになってんだろう。はい、真の玉座も、あの、どっちもね、かっこいいバージョンで揃えました。はい、というわけでね、久しぶりの開封動画でした。いかがだったでしょうか。まあ、いかがだったでしょうかって、もらいもんなんだけどさ、そう、開封大好きって名乗ってるのに、最近開封動画がないのは、まあ、単純にね、そう、4月23日にストリックスヘイブンっていうね、そう、究極のやばい波がやってくるわけなんで、もうその波に乗るためにはね、お金を貯めなきゃいけないわけですよ。というわけで、今、せっせとね、お金貯めてるんで、ちゃんとね、発売されたらね、もう、すごい散財するので、まあ、発売以降はね、おそらく、まあ、コレクターブースター、セットブースター、ドラフトブースターとね、動画上がっていくと思うので、そちらもよかったらチェックしてみてください。というわけでね、今日の動画は以上になります。でこの動画が面白かったなと思った方はぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そして、ね、今やってるプリンズオーカーチャンピオンシップね、もう本当にねプロモカード激アツなんで、もう近くでやってる際はね必ず行ってください。というわけで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。